どうもー影山です。今日はですね、えー、怒りの感情が浮かんだらと、えー、いうことについてお話ししたいと思います。えー、まあまああの人間なんでね、その怒りの感情がこう。う あの浮かぶというかそういう湧き上がってくることっていうのは結構あると思うんですよね。その日常の中にあるんですけどもですね、その、えー、怒りそのままにね、えー、相手にぶつけてしまうとですね、いろいろこう問題がこう起きてくると、えー、いうことになるんでですね、その変更ね、えー、怒りのね、えー、感情に対してはねこういろいろとこう自分の中で。

出してして、ね、こういろいろとこうそこに問題が出るんでその出すっていうのは例えばあのなんかそういうノートを作くとそこにノートにガーッとこう自分のこう怒りのこうあれをこうアウトプットというかそういう出してしまうと意外とこうすっきりすることがあったりとかですねあとこうなんかこうまあどなってしまうのであってもですねそのなんかこう、まあ 誰かに向けてじゃない状態でこう発散発散というか出してしまうっていうのであればいいかなというふうにこう思います。ほんで一旦それで出してしまえばいいんですけどもその、えー、言葉をこう発してですねでその言葉に引っ張られてよりこう怒りの感情をこう、えー、連鎖的にこう高めてしまうっていうことがあるんでですね、えー、その辺こう気をつけた方がいいと思います。だからその 発散する時に例えばわーっとこう言うぐらいやったらいいんですけどもその言葉何々がこうどういうんですかね罵るような言葉を出すとそ,その言葉を自分が聞いてるんでですねそれに引っ張られて余計こう怒りがまた湧き上がってくるっていうことがあるんでこの辺気ぃつけたいかなとただ例えばこう歌を歌うような感じでわーっと言うぐらいでこう止めるとかあとまあそういうことですね。 そういうここととをするのでまあまあ、あのー、収まったらいいんですけどあとねその怒りの感情が浮かんだ時にそれをですねそのうまい具合に発散することができるとすごくいいですねそのエネルギーを何かこう取り組むことにこう向かわすようにする。こ、え、こ、ー、こういういととができるとかなりこれは、 なかなかいいそのエネルギー自体が高くなってるでしょうからそれでそのしっかりと何かに向かうとですね、えー、かなりこういいものがこうできるというかそのエネルギー高い状態で向かえるんですごくいいかなとは思います。だだかから僕の場合ととねね、まあまあ、怒りという,か、ねこう もやもやというかねこうストレスがこうぐっとこうかかった時にですねこうジョギングをこうする、えー、ランをするんですけどもランをするとだいぶこう発散されますねその、えー、すっきりした状態にこうなるなというふうに感じます。でやっぱりそのストレス的なこと怒りとかそういうのっていうのは体を動かすことによって心もこう安定させる状態になるかなと思うんでですね、えー、それはこう えー、自分の中でいろいろ見つけていくこう夢中になれるこうスッとこうそっちへ入っていくとそれを忘れられる状態ですね。例えばそのちょっと何かが引っかかってもやもやしてても例えば映画を見たらその映画の中に入り込んでですねその見終わった後はもうすっきりしてるとかね、えー、そういう状態もあります。僕ななんんかかやと前やとととと前キリンがが来るる見てるとですねもっとその自分がこう,グッとこう えー、志持って、こうやっていくことに、こう、もっと、こう、集中したほがいいなとか、そういうの、を考えたりするんでですね。非常に、ああいうのも、良かったりはします。ほんでですね、えー。その怒りっていうかね、そういう感情が湧いてる時に、あと一つね。こう冷静になるっていう、名誉を持つことも、こう、一つ必要ですね。なんで、俺は、この怒りの感情が湧いてるんだろうな。この怒りの根本は、何だろうなと。 で相手の例えば何かの言葉態度であってもですねそのところほんまにそれだけでこんなこの怒りがこう、えー、湧き上がってんのかなということを考えるんですね。でよくよく考えると,、えー、と自分の体調がいい時であれば相手が同じ言葉を発しても全然その怒りが起きない。 えー、怒りの感情が湧かない場合もあると、えー、笑って過ごせるあ,あるいは冗談で返すこともできる、えー、そういう状態になってる場合もあるんですね。ということはですね大体がですねその怒りの感情が湧いてる時はですね、えー、自分の体調が良くないもしくはですねその睡眠不足であるとかそういうことも結構あるんですね。それとか例えばその持病を持っていてそれでいつもイライラした状態があるその痛みがずっとあってそれがこう優れない状態でつらい でですよねでそういう状態を持っていて何かがあるから起こるっていうことであればですねその根本原因はその例えば腰痛であれば腰痛を治すことにこう向かわさないといけないですね自分の方で睡眠不足であればその睡眠をしっかり整えるようなことを自分でしないといけない。でそれをすることによってですね、えー、自分の感情が安定し、えー、その。 なんかこう怒りをこうぶつけることもない状態に持っていけるということですね。だから、えー、っとですねその大体がですねその根本に自分の健康力っていうかね健康状態健康エネルギーをこう上げることにをねこうしっかりとやればですね結構 こうあまりりそういうい感情が振り回されることはないいいかなという,ふうに感じてので人間なんでもちろん感情起伏いろいろあるでしょうけども、えー、それを高いところでこう安定させるために自分もいろいろやっていく自分で動いていくっていうことをすればですねいろいろとこう解決するまあ怒りはその一瞬起きてもすぐに抑えてあとはコントロールすることができるとですねいいかなというふうに思います。ということで今日はですね怒りの感情が浮かんだらということ ことについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。